日本のプレイヤーとして恥じないようにしっかりと世界の舞台で活躍する姿というのを、日本の皆さんに届けれるよう、頑張ってまいります。2016年の2月より、オーストラリアクイーンズランドレッズでプレーすることが決定いたしました。この話をいただいたのは、ワールドカップのアメリカ戦の後にエディヘッドコーチより、直接、話をいただきまして、10月の末に、エージェントを通じて契約をし、11月頭にサインをして、このような会見を開かせていただいております。まずはクイーンズランドレッズさん、チャンスを本当に与えていただきましてありがとうございますという気持ちと、また心よく送り出してくれた、山発動機ジュビロ、それからチームメイト、ファンの方々、本当に心より感謝しております。これから新たなチャレンジになると思いますけども、日本のプレイヤーとして恥じないようにしっかりと世界の舞台で活躍する姿というのを、日本の皆さんに届けれるよう、頑張ってまいります。応援よろしくお願いします。もちろん、サンウルブスがスーパーラグビーに参戦する1年目と、来年が1年目に当たりますけども、そこへ参加してもちろん盛り上げることも、視野には入ってましたけども、この2012年から4年間エディジャパンでずっとやってきましたけど、家族との時間というのがあまりに少なくて、サンウルブスのチームに参戦することによって、また家族との時間というのが取れないことが一番の、サンウルブスを選ばなかった、要因といいますかですね。レッツに関しては家族も一緒に行けますし、子供もまだちっちゃいんで、子供たちにも非常にいい経験になるかと思い、決意させていただきました。